地図の石点の場所にあたるグリスフィヨルドの港グリスフィヨルドはカナダのエルズミーア島南部ヌナブト巡州区域クタールク地域に所属する小集落である。ここより北にあるアラートや有利化はいずれも観測所や軍事基地等によるものなので実質的にカナダ及び北アメリカで最も北にある民間人のコミュニティである。人口は141人で住民のほとんどは イヌイットである。イヌイット語名はアウユイトックで、決して溶けない場所を意味する。英語名のグリスフィヨルドはノルウェー語で、豚のフィヨルドの井だが、これは19世紀の末から20世紀の初頭にかけて、エルズミーア島の南部と東海岸を探検し地図を作成した、ノルウェーの探検家であるオースベルドルップが、この地に数多く生息していた生チによって建てられる音を、 豚の鳴き声になぞらえて名付けたという。クリスフィオルドの街としての歴史は浅く、1953年にカナダ連邦政府が北極圏支配の強化のために、ケベック州のイヌクジュアクからイヌイット8家族が入植したのが始まりである。1956年になると、それまでクレーグハーバーに置かれていた王立カナダキバ警察の駐在所が移転してきた。 そして1960年代初頭に現在位置に学校や住宅が建設されると住民も以前の居住地から移ってきて今日のコミュニティが形成された。その後1970年にはベルカナダが世界最北の電話局を設置した。クリースフィヨルドは北緯76度25分03秒整形82度53分38秒。 北緯7 6 4 1 7 5零度整形82.89389度7 6 4 1 7 5十8 2 8 9 3 8 9に位置している。北極線より約 1160km 北、北極点まで約 1500km の地点である。気温が摂氏0度以下の日が1年のうちで8ヶ月以上あり、年間降雨量も 250mm に満たない。 過去に記録された最低気温はマイナス摂氏62.2度。欠片の気候区分では ET に属する。樹木は育たず、露天での濃厚は不可能である。クリスフィオルドの総面積は332.70キロ平方メートル。人口密度は0.4人、軽平方メートルである。なお、市街地は海岸線に沿って東西に細長く広がっている。また、 住民の従事する職業は、公務員やコープの職員などがほとんどを占めている。クリスフィオルドはカナダでも最も北に位置する離島のエルズミーア島に位置するため、アクセス方法はほぼ航空機に限られる。ヌナブト巡州の運営する小さな旅客ターミナルと延長が594メートルで、未舗装の滑走路を持つクリスフィオルド空港が玄関口となっており、県防レックエがレゾルートとの間を、 ツイウォッターで週に2便運行しているが、乗客よりも物資輸送の比重が高い。ありがとうございます。